こんばんは、おはようございます。ちょっと道路の真ん中から始めてみた。おっとととと、ということで、あれ今回パート何やったっけ、パートすいません、パート7か、7を始めていきたいと思います。で、さきちゃんさがういしですよね。え、おばちゃん、ちょっと何、あ、リキア大変だよ。え、さきちゃん見た？おばちゃんじゃねえか。一体どうしたんだよ、そんなに慌てて。あ、さきちゃん、さきちゃんだよ。え、これは幸先がいいな。え、お嬢、お嬢が何だって。はあはあ、私は見たんだよ、さきちゃんが知らない女の人と、お母さんかな、一緒に初町を歩いてるのをさ。本当か？あ、この前のおばちゃんか。運命感じちゃう。こっちはあんま、いい年こいて色気つくんじゃねえって。うん、どのあたりでさっきを見た？初町の交差点にあるコンビニ。派手な女に手を引かれながら。あの女は一体何者だい？確かに、お母さんかもしれへんな。いやー、それにしたって急に行くなんてことはないんちゃうの？それは本人に会って聞いてみるしかない。ん？え？そうなんや、親分さんの？中原さんの誕生日？あ、そうか、忘れてたんかい。お嬢のことですっかり忘れてた。本人も忘れてそうやな。確かに。ここでうだうだ話してても仕方ない。先に会いに行くぞ。そうやな。行きましょう。あ、方向が出た。あっちか。あ、オーパーある。おーちょ、すいません。まあ、引かれることはなさそうですね。オーパー入れんのかな？あ、入れへん。看板だけか。オーパー。よく買い物に行ったな。こっち来てからは、東京来てからはオーパー見かけてないのでし、知らないんですけど。こっちちゃうわ。矢印の方向からするとこっちか。あれ若干違う。あれ、ちょっとマップ。こっちか。そう、うん、リキア君とカラオケは残念ながら行けないらしいですね。なんかコメント見てたら、リキアのおねだりはねえよって書かれてたんですけど。こっちか。ここのコンビニか。ん？おい、お前ら。あ、ん？この前の3人ではないか。ちゃうな。あ、こいつら。なんだお前らは。あ、そりゃ、こっちのセリフだよ。どこの組のもんだ？いえ、片木です。この初町が玉城組の島だっていうこと知らねえわけじゃねえだろ。玉城組？知らねえな。それに俺はその筋の人間じゃねえ。めっちゃオーラ出してるけどな。背中には立派なもん入ってるけど。あーてめえすっとぼけてんじゃねえぞ。その虎のどこが仇だ。見た目で判断しんといてよ。本当のことだ。仮に俺が筋物だとしても、お前らとことを構えるためにここに来たわけじゃない。好きに通らせてもらうぜ。あー、リキア君はさすがに顔背けてもちょっと無理ちゃう？いやいや、隠れる気ゼロやろ。それでバレへんわけないやん。やっぱりそうだ。何が筋物じゃねえだ。てめえも流動一家のやつか？さてはあのガキ取りま、うん？どういうことですか？あのガキだと？貧乏ヤクザが玉城組の島荒らしてんじゃねえぞ、こら。え？よくわかりません。痛い目見せて。痛い目見ねえとわかんねえか。よしよし、ここはスタイリッシュに決めたいところ。スピッキンさん、はい、ちょっとダメ。スピッキンさん、よいしょ、避けて、よいしょ、よいしょ、スピッキンさん、止め、よしよし。あ、なんかごついのがいる。ちょっと待った、慎重に行こう。よし、
か。せっかくなんでね、なんかやっぱりこう使えるときに使わんとだんだんこう、あ、ちゃうわ、武器装備してるわね、今使わんといつ使うねんっていう話らしいんで、せっかくヒートゲージも溜まってるって、どうやって使うんこれ。おぉ、これか、よし、おっ、これ強っ。来ただ来たね、極み、ちょっと待って待って、極み、ちょっと待って、極み、うわ、ちょっと待って、よし、出た。おぉ、これ、これ死んだやろ。これはひどい。頭かち割れですね。いや、これは、強いやろ。おい、話してもらおうか。あのガキってのは何なんだ。お前で頭かち割ってほしくなかったら、おとなしく言った方がいいで。ほら、ギリギリ答えやがれ。ん？てめえらまさかうちのお嬢を誘拐したんじゃねえだろうな。ああ、え、あのガキの母親だっていう女が連れてきたんだよ。え、どういうこっちゃい。さっきの母親がなんで玉城組に出入りしてるん。ん、そりゃうちの組長の色だからだよ。あー、女の人はべらせてるうちの一人になってるわけだ。だったらお前らは先に用はないはずや。さっきを貸してもらおうか。別に、俺たちは監禁してるわけじゃねえんだ。あのガキと母親が今どこに、え、ん、どういうことよ。よくわからへん。何か裏がありそうだな。ならお前らの事務所の中、ん、家探し、あら探し、ん、ティキや玉城組の事務所はどこだ。勝ち込みかける、あ、勝ち込みの説明この前してくれてありがとうございました。勝ち込みかけるつもりっすか。へ、バカが。たった二人で何ができる。あの、キリュウちゃんは一人で CIA とか、あと、何やったっけ、2では何、なんか、虎2匹とか、倒せんねんで。玉城組はコンビニの裏通りだよ。ほうほう。行くで。リキア君ビビってんじゃあかんで。あ、話しかけれる。初町の一帯を仕切ってる玉城組の組長の玉城ってやつは結構な男、男前であちこちに女作ってるプレイボーイさ。だけど女に飽きたらすぐ捨てて自分の息の関わった風俗店で働かせたりとか平気でするようなクズなんだよ。クズだな。最近よく玉城と一緒にいる女も今は偉そうな顔して街歩いてるけど、あー、サキちゃん連れてった派手な女かな。どうせすぐに捨てられるのが落ちさ。なんやなんや、この人もなんかあったんか。サングラスかけてもう薄暗くなってきましたよ。ねえねえ。この先かな、この人も話しかけてみようか。琉球街には竜道一家と玉城組っていう二つの極道組織が存在していてな。二つある。竜道一家は小規模ながら土地の人間と友好な関係を築いて共存してきているが、玉城組はまるでその逆だ。暴力に物を言わせて強引に土地を支配しようとしている。自分に従わない人間は問答無用で叩き潰してきた。おお、こんなちっちゃい町の中でそんな対極的な。バックには内地の方のでかい組織。どこ内地絡んできたか。この辺がちょっとあれなんかな。今後、ありそうですね。ここは玉城組か。うん、大丈夫。キリュウちゃんいたら大丈夫。どうした、ビビったのか。ビビってるやろ、ちょっと。いつだって命か張る覚悟はできてます。ん？何や。あ！スケッチブック！この絵は。どうしたん？ビンゴだ、リキア。こいつはサキのスケッチブックだ。サキがここにいるのは間違いねえ。なんでこんな表にこう、ポーンって。中原を呼んでこい。中原のところに戻って、ここにサキがいると伝えてくるんだ。あ、勝ち込みはまだ書けない。でも兄貴は？いいから早く、ん？ん？俺は中原が来る前に少し
掃除しておく。おいっす。お掃除しときますね。あれ、スケッチブックなくなってるやん。あ、ちょっと待って、ちょっと若干体力、結構削られてる。雑魚戦とかいろいろあったんでね。どうしよっかな。ちょっと先ご飯食べてこよっかな。なんか食べるとこある？あー、フローレス。あ、この辺はキャバクラか。クアスカイはなんかバーやった気するし。え、ご飯。ちょっとご飯食べに行こう。ちょっとご飯食べてきまーす。よし。街に来てみた。街って何屋さん？いらっしゃいませ。どうも。お先に案内しますね。はい、よろしくお願いします。何屋さん？いらっしゃいませ。まず、お飲み物はどうでしょう？よし、じゃあ、勝ち込み前に一杯かけておきますか。引っ掛けとこ。お金はまあ8万円で、龍が如くにしてはお金ないですけど、まあちょっと、高い方。お、頼みましょう。ご飯は、あー、なに、沖縄独特のフード料理って感じか。ゴヤチャンプル、耳が、あ、豚の耳の肉。食べたことない。海ぶどう、ちゃんと入れてる。てぴっち、ちょっと P か B かよくわからへん。豚足。豚が多いんかな。ジーマミ豆腐。ピーナッツ豆腐。鶏らっきょう。ラフテー。また豚や。豚の三枚肉を煮込んだ。グル君の唐揚げ。刺身盛り合わせ。どうしようかな。どうしよう。じゃあ、いっぱい食べてみようか。せっかくやし。ゴーヤチャンプル。豚足なんか強くなれ、一個だけか。豚足なんか強くなれそう。キックコンボとか。刺身か。豚足いってみよっか。コラーゲンたっぷりで美容にいいですよ。なるほど。じゃあ、注文。あれか。お酒と一緒にってことね。はい。オッケーオッケー。経験値83。ふう。勘定してもらおうか。ありがとうございました。ありがとうございました。独特のイントネーションやな。ありがとうございました。ん？普通は何や？ありがとうございました。ん？ありがとう。ん？ん？ようわからん。ようわからん。よし。じゃあ、お酒も入ったことですし、軽くね。ゆきやくんの車で、に、ちょっとお掃除を、ビルの中のお掃除をしておこうか。OK。着いた。よし、行こう。大丈夫。どうしたのそんなどもって。なんだお前、まさか玉城組のもんか。違う。うん、雰囲気が全然違う。俺の全然思わへん。なんかなんやろ、ちょっと独断と偏見で言えば秋葉原とかにいそう。まあ確か、どっかで会った気がする。しかし関係者でもない奴がここに用事があるように思えないかな。どっかで見た？無関係ってわわけじゃないけど、あんたはその筋のもんですか？いや、今はちゃうけど。うん、もう足は洗ったけど、ちょっと揉め事があってここに用事があるだけ。うん。神山？キリュウです。キリュウさんですか？はい。ん？実は俺、ちょっと危険な物を扱ってて、武器や。
まあ自分で言うのもなんだけど、売れっ子で人気者で引っ張りだこです。ん、あー武器屋っぽいですね。ブツ持ってきたと。あんまり大きな声で言わないで。もし玉城組に乗り込もうってんなら協力してやる。お、なんでこっちの味方してくれるん。なんでお前は玉城組と関係があるんちゃうん。正直玉城組のやり方は好きじゃない。できれば断りたいところだったんで。おー、なるほど、いいよ。え、いいやん、潰そうよ。俺だって伊達にこの商売を続けてきたわけじゃない。あー、やっぱりやっぱりわかる、やっぱオーラですね。キリュウちゃん隠、まあ、キリュウちゃん自体も隠そうとしてへんやろあんま。いずれにせよ準備なしで乗り込むよりはブツがあった方が。そうやな、けどお金あんまないねんけど。じゃあ決まり。ん、同じ武器を鳥が使ってる友人の店が、友人の店を紹介する。すぐそこのあれ、どれ、車、ほう、あれが店。ちょっと来てくれ。はい。酔っ払いの飲んだくれですいません。うわー、すごっ。俺の友達が経営してる。お友達はまあそこそこ、なんていうの、いや、うん、そうでもないか。かっこいい、かっこいいっていうか、なんていうの、あれかなと思ったけど、言うほどでもなかった。車の中がこうなってるとはな。移動式ってのは便利、殺意にガサ入れされることもないし、どもりながらなかなか、あれ、あの、言ってることは物騒ですね。ここがお前の店なのか？うん、ちゃう。あ、そうやな。友達が経営してるんやんな。うん。ん？柔道一家の近くの2階？チューニング。うんうん。なんか笑い声が、ちょっと怪しいですよ。協力すると言ったが、こっちも商売。あまりすごい物はあげられない。ん？お、仕込み棒持ってんねんけど。ん？アイテム欄で、あ、さっきちょっと使いました。装備を行わないと効果がない。うん。つられて笑うねんけど。俺たちが扱う自慢の物だからな。大事に使ってくれです。わかりましたです。武器は使ってるとそのうち壊れちまうです。わかりましたです。うん、持ってきてくれたら直してやるです。ありがとうです。まあ、ただってわけじゃないけど、ですよね。わかった。壊れたら持っていくよ。しかし、今まで俺が使ったことのない武器も、へぇ、あるん。そうです。あ、そうです。そうです。え？師匠がいるから使える？師匠？お、師匠にも話は通しておく。お、何？小牧のおじいちゃん的な？これであんたが負けちまったら、俺にまでとばっちぎりが来るから、おー、できる限りのことはしてくれると。ありがとう。まあ、あんまり期待しないことだ。うん。うん。はいはい。わかったわかった。うん。とりあえず、くれたのはあれか。仕込み棒、くらいか。まあね、ボブ、宇都宮さんに声かけてへんかったら、今までは武器なしですからね。よし、なんか、あ、ごめん。ちょっとスキップしてるから、なんかいいことあったんかなと思って。よし、入ろう。